ちつけ、ユアン。なぜだ。どうして彼女を切る必要があった。どうして。私はもう一緒にいられない。やだ、ずっと一緒だったじゃないか。姉様の隣だけが僕の居場所だ。姉様がいなくなったら僕はどこに行けばいいの。いつかきっと誰もが差別されることのない世界が。姉様、姉様、ダメだよプレゼン。いかがでしょう。ハーフエルフの兄弟は味方に引き込めそうで。また夢をご覧になったのですか。おかわいそうに、4000年もの間悲しい記憶をお一人で背負い続けて。一人このプロネーマがおります。いつまでもおそばに。お慕い申し上げております。ミトス様、その名前で呼んでいいのはかつての同志だけだ。僕たちって似た者同士だよね。僕も姉様に育てられたんだ。ライド！ジーニアス、無事？でも、僕の姉様はもういない。姉様を失った時悲しかった。でもそれ以上に許せなかった。姉様を殺した人間たちを。君なら僕の気持ち分かってくれるよね。ミトス、君は。ユグドラシル！
驚くには値しない。無期生命体になれば姿形や成長の促進など思うがままだ。無期生命体。すなわち天使。あらゆる生命体を天使に変える力。それがエクスフィアの本質、最終的な存在理由だ。この力が何を可能にするか、ジーニアス、リフィル、お前たちならわかるはず。ことが許されない領域を土足で犯そうとしている。それ以上の言葉を口にすることは許さん。ジーニアスよ、人は異端のものに恐怖し、それを嫌悪する。自分と違うものが恐ろしいのだ。違いが差別を生む。ならば皆が同じになればよい。エクスフィアを使い、体に流れる人やエルフの血をなくせば、この地上の者は全員無期生命体化する。人とエルフとその狭間の者が皆同じように暮らせる世界、誰もが差別されることのない世界。そんな千年王国を作るためにグルシスは組織されたんだ。いい加減にしな。血をなくすだの差別だのやぶからぼに何なんだ、あんたは。分かるように説明してください。私には聞く権利があると思います。ジーニアス、リフィル、私の王国に招待しよう。お前たちにはその資格がある。イグダラシル。ロイド先生。ユグドラシルはハーフエルフよ。私とジーニアスは彼と同じ。な、何言ってるんだよ。先生とジーニアスは嘘なんだ。エルフだなんて嘘なんだ。嘘って、どうしてだよ。決まってるだろ、イセリアを追い出されたくなかったからだよ。みんなに嫌われたくなかったからだよ。ずっと一緒だよ。ああロイド、コレット、私は人間を信じられなかった。いいえ、あなたたちを信じられなかった。軽蔑するでしょうね、当然だわ。でもこれだけは分かってほしい。ジーニアスに罪はない。本当のことを言ってはいけないと私がきつく言い含めたの。姉さん、言ってしまったらもう友達ではいられなくなると。違う、姉さんが悪いんじゃない。僕だって、ジーニアス、僕だって同じだ。やめなさい、ジーニアス。僕もロイドとコレットを信じられなかったんだ。だから嘘をついたんだ。ロイド、もう信じてもらえないと思うけど、ずっと一緒にいたかった。これだけは嘘じゃないよ。ジーニアス、ロイド。ジーニアス、一番辛かったのは
嘘をつかなくちゃいけなかったお前だろ。え、俺はクラスじゃ落ちこぼれだったけど、お前の気持ちがわからないようなバカじゃないぜ。だって俺は先生の生徒なんだからさ。まだ私を先生と呼んでくれるの？今さらそれ以外の呼び方なんてできるかよ。これまでもこれからも俺にとって先生は先生だし、ジーニアスはジーニアスだ。ロイド、ずっと一緒だ。いい生徒を持ったな、リフィル。ありがとう、ありがとう。生命体を全部天使に変える。そうすれば差別はなくなる。そのためのエクスピアはどうやって作られる？誰かの命が削られてエクスピアができるなんて、そんなのおかしい。改革に犠牲はつきものだ。誰も犠牲にならない方法を探せばいい。そんな方法などありはしない。あるじゃん、方法はきっとある。俺は諦めたくない。誰だって生まれたその瞬間から生きる権利がある。人もエルフもハーフエルフもみんな自分であるってだけで生きてる。